皆さんおはようございます。おはようございます。はい、ということで今日はバレンタインのチョコ作りをします。はい、コロナ禍なので誰にあげるわけじゃないんですけど、ただかな、ただにあげます。はい、私は羊のショーンのマフィンを作るんですけど、レニは生チョコタルトで、ニニは生チョコ、生チョコにチョコをコーティングするやつなんかよくわからんのを作るそうです。内緒だよ。で、ケイシンにはずっとやりたいって言ってたからチョコレートタワーをやってあげようかなって思います。夜ね、何するの、まずレニは。クッキーを砕きます。卵1個、砂糖大さじ3。よし、こうやってチョコをこうやって入れて、はあ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 。じゃあまずはその生チョコを作らなきゃな、ね、うん、白ごま油っていうのを買ってきました。うん、な感じでね。ホットケーキミックスを入れて混ぜます。溶ければいい。だって板チョコのまま入れたって溶けるじゃん。真剣に作るってことはさ、誰かにあげる。えっ、エッチ。誰かにあげるの？あげますよ。え、これで終わりだって。これでマフィンの生地完成。ここになんか抹茶パウダーとか入れれば抹茶になるし、ココア入れればココアになるし、コーヒー入れたらね、コーヒー生地になる。大丈夫。もうちょっと入れたら、足りなかったら増やせばいいんじゃない。あ、でも意外にしっとりするぐらいで大丈夫。逆にニーニーは好きな人にあげるの。え、いない。あげるんだ。今回はね、ダイソーのこちらのカップを使います。はい、ママ終わったよ、全部終わった。これにお水入れて、温めてボールを入れながら溶かす。うん、肩に流し込む。粉がなかった、これしかない。ママの粉じゃないから混ざんないんだけど、カエルの卵みたいになっちゃった。カルボナーラみたいな。ちょっと濃くなってきた、ちょっと濃くなってきたよ。コーヒーっぽくなってきたけど、あ、危ない。今ダダとひなみとケイシンはママが買い忘れたマシュマロを買いに行ってくれてます。チョコレートタワーにつけるお菓子を買いに行ってます。イエーイ。ニーニーの提案をした。じゃがりこも採用されたそうです。君たちは結婚したいですか？したいけどしたくないみたいな。将来、将来。今結婚したいっつってそんなしたいわけないけど。派手な。しなくていいから。派手な。うちはね、自由でいいんですよ。4人ともしないならしないでいいし、したいならしたいでいい。ただママたちはみんなが家庭持って羽ばたいたら海外にでも住もうかな。うちらは、うちらは、え、君たち新しい奥さんとか旦那さんと一緒に暮らせばいい。いなかったら、いなかったら一人暮らしだよ。そんなの知らない。大人だろ、どう考えても。大人だけど、え、じゃあこの家にはいつ巣立つの。巣立つの、うん、そうだな、あの状況によるよ。何歳っていうのは決めてないですが、希望といたしまして。希望は別にないよ。ないんだ。助けて、みんな思ったら嫌だけど、ちょっとママを助けてほしいよ。これ多分ひっくり返したらここだけボロッとなる。なんで、もっとギュギュ押すんだよ。頑張れ頑張れ。最近一番見る YouTuber は。 YouTube 最近あんま見ない。何してんの。ではでは、あ、ね、ちょっと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 、やばい。ママのさ、今日のスカートめっちゃ可愛くない？ほら、わかるわ。色が結構違います。はい、じゃあこれをママは焼く。何が？ママが見ないるよ。何？はい、YouTuber？ うん、ママが今一番見る YouTube は何だろう。じゃあちょっと待って、ママがね、登録してる最近の YouTube、YouTuber、 なんかずっと見てるってより最近見始めたのは、最近 ASMR ばっかり見てる。ブルダックとかね。うん、いい ASMR 知ってるよ。何？パンナコッタ。へ、ねえ、さっき ASMR 見るとさ、めっちゃ食べたくなる。あー、わかる。あとね、自分ができないからアイシングクッキーとかめっちゃ見るの気持ちくて、ずっと見てる。徐々に足すんで、一気に足さないよ。絶対言われなかったら全部足して。チョコ 200g 入れます。
レベルちゃうよね。この前回の動画で紹介したフリフリメーカー、よし、よし。最近エーペックスやり始めてるから、なんかエーペックスの回数、なんかそういう動画みたいな。エーペックスの動画？なってんのこれ。なってるか謎。どこでもいいの？なんでもいい。やばい。やってやって、チェンジ。あ、飛び出た。ねえ、なんかさ、振り方マッチョの人みたいな、プロテイン振ってる人みたいな。なんでそんな小刻みの敬礼してる人や。ちょっとガス切る。人たちが帰ってきた。右手痛い、右手痛い。ゆからホイップ作れ。できたよ。ありがとう。できたんだろうね。できてるよ、もちろん。そうかい。今トイレ行ってくるわ。よかったな。うん、立てたから入るから、うん、ありがとう。カラムのじゃんけんしようぜ。あ、オッケー。これいいかな。洗い物じゃんけん、じゃんけんぽい。しゃー。洗い物じゃんけん、じゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃあ、お願いします。あれしゃ。もうお昼ご飯ですから、一回きれいにしましょう。え、なんか変。どれ？見て、プリンでした。なんかプリンができた。どうしよう、ケイシン。どうしよう。じゃじゃーん、プリン。ネーネが洗い物をやってくれたので、こっちがコーヒー、こっちがプリン。中まで焼けてるは焼けてますね。これね、めっちゃ大変。思ったよりそんなすぐできなかった。あ、全然とろっとしてるね。全然できないんだけど、ホイップできたくさいから入れてみよう。え、なんか全然とろとろになっちゃった。やだ、全然とろとろすぎて失敗になりそう。痛い。いくらやってもできないから、ちゃんと氷水で冷やしながら新しいクリームにしました。できた、普通にできたわ。よかったね。あ、お皿ミスった。失敗。お皿ミスったんだけど。羊の少女。そんな歌だったっけ。え、そうじゃない。ママじゃあさ、置けないからさ、一つずつ食べよう。イエーイ。いただきます。え、美味しそう、めっちゃ。うん、うまっ。うまっ。美味しいよ、めっちゃ美味しい。美味しすぎる。ねえねえの、ガトーショコラ生チョコタルト、美味しい。にこの黒い部分もっと薄くていい。そうだね、結構甘いもんね。まあでも生チョコだからこんなもんじゃない。ニーニーのはね、まだ固まらないようです。じゃじゃーん、ママもできた。かわいくね。これこっからショーンくんになります。あ、ショーンくんになるんだ。子供の頃そうだって、ママ知らないけど美味しい。意味わからない。こう顔の土台になりました、こんな感じでね。あ、鼻息笑宇宙人。え、見て。さっきと一緒やん。マメンじゃないとさ、昨日ね、お昼食べ過ぎて夜食べなかったんだよね。唐揚げてなかったら夜抜いてた。こんなお腹いっぱいだと。なんで今日唐揚げなんて思ってたよ。うそ。めっちゃ珍しくない？どんだけ広くっても食べれるじゃん。かわいくね。こんな感じです。今ご飯が終わったので、チョコレートタワーの準備します。ケイシー君、
検診バナナ2本持ってきてください。何だけ？うん、バナナ、バナナ2本、チョコをね溶かしていきます。うん、ありがとう。食べたいな2週間以上前からや今度やるよって言って、念願ですね、検診さん。頑張ります。バナナアフタヌーンティーのケーキ、これなんていうの。今日ローソンでいいものを見つけました。じゃがりこ、オレオの白いバージョンみたい。やっぱ定番がこれですね、マシュマロ、ハチミツミルクドーナツ。もう美味しそうじゃない、クレープロールチョコ。ケシ2位の後に続くんだ。出来上がりました。はい、行きますよ、チョコ。はい、はい、はい、暑いからね。いただきます。じゃじゃーん、ママとネーネからのバレンタインです。じゃじゃーん、羊のシャン君。すごい、すごいでしょ。マスターボールがいましたボール。何が美味しい？チョコマスターボール。それ単品での話じゃないの？つけても、つけても美味しい？マスターボールがうまいらしい。マスターボールまだ冷凍庫にありますから。もう一個食べたマスターボール。ケシこっち向いて。マスターボール。マスターボール食べな。可愛い形になったよ。可愛い形になった？ほら、ほら、ほら、ほんとだ。おいしい。え、バナナが絶対一番だ。最強だよね。ママ、マスターボール追加すんね。あ、いちご。ねねのね、この生チョコタルトも結構美味でしたよ。えちゃんが作ってこれもらうよ。俺、来年まで取ってこい。うん、おいしい。ラーメン。おいしいよね。幸せそうだね、ケンシンが一番。みなみさんはショーン君のこの部分だけをそのまんまのバナナ。みんながやってるから同じようにやりたいってとこだよ。みなみさんのカップケーキのバナナって聞いたんだよね。そう、チョコレートタワー、唐揚げ合うって言うんだけどさ。巻き返しボン。いや、最初もうありえねえと思うんだけど、これ融合した。ケイシン最近さ、お菓子食べなかったじゃん、食べさせなかったじゃん。発散してるね。発散してるよね。はい、超嬉しい。顔が輝いてるもん。美味しいね。どう？どうちゃんが後々辛くて言ってるけど、もう後になったら唐揚げラジしてない。ああ、ありなの？なしなの？俺は悪くなかったよ。意外とね。はい、ということで今日は2にはまだね固まらないので凍らしてるんですけど、ママたちからのバレンタインでした。ありがとう。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。